伊賀地にある国志元部、元倉の母島国志元部は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、毛利氏の家臣で、御奉行の一人、永正十五年、または天文七年、毛利氏家臣、国志元省の着難として生まれる。永六十年頃、当、元省の隠居によって、家督を譲られ、父の後を継いで御奉行として活動、毛利輝元の森役を務めた。 天正十年五月に、毛利元成の娘婿である上原元昭が、橋場秀吉の調略を受けて、小田氏に降ると、元部は上原元昭と親しかった、湯浅進む州に、元昭利藩の知らせを届けた。昭州は直ちに、吉川元春と、小早川隆景に、元昭利藩を報じて、自らの潔白を示し、元春と隆景は直ちに奈良崎元県を派遣して、 上原元将の非畑城を攻め落とさせた。豊臣秀吉の天下統一後、文読、慶長の役でも、朝鮮に渡り、先行を挙げるなど、毛利氏の重臣として活躍した。天正15年に、弟の国師元蔵に家督を譲って隠居。毛利氏の傍聴違法後は、元蔵の地行地である、伊賀地村に移住して暮らした。慶長15年6月4日、萩において死去。 去年は73、または93、同地の西方寺に葬られた。ありがとうございます。